どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はモーティブのプライドリバティを投球していきます。私ですね、ショート動画も結構撮っているんですけど、ちゃんとした、はい、ショートじゃない動画は今回初めて撮ります。でただこれだけ投げても仕方ないので、プライドリバティとスープラ GT をですね投げ比べてどれくらい差があるのかをお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではいきます。早速プライドリバティからです。いきます。これくらいのスペックが一番使いやすいんじゃないでしょうか。ご覧ください。適度な転がりと適度な曲がり、やっぱバランスがいいってこういうことですよね。なんだろう、すごいめちゃめちゃ派手な動きじゃないんですけど、安定感がある感じです。それではこちらがスープラ GT となっております。はい、こちらは走って切れるボールですからね。はい、今ですね立ち位置2枚ずらしました。いきます。はい、どうでしょうか、違いなんとなく分かりますか。もう一度いきます。プライドリバティはですね、あーちょっとオイル乾いてきちゃったな。はい、プレーはしっかり出ております。いつもながらしっかり出ております。いきます。プライドリバティは12、3を見て投げております。どっちやって思うんですけど、12です。はい、あちょっと入り弱かったですね。今少しうちのオイル乗っちゃったかもしれないです。天秤残りました。今回はですねスペア取らずに1投目だけでお送りしたいと思います。もう一度スープラ GT ね、1球ずつストライク見てるだけじゃダメですからね、いろいろ何球か投げて違いを見ていただけたら。こっちは11枚目見てます。はい、はい、かなりねやっぱ GT の方がスキットが長いです。その分バックエンドのキレもものすごいですね。スープラ GT の方が切れて見えます。はい、もう一度プライドリバティいきます。ライオンのマークのかっこいいボールいきます。12って言いながら13通ってるんですけどね、それを理解して投げておりますが、今度はちょっと出過ぎちゃった。はい、あそこまで出ちゃうとさすがにね曲がりが強すぎです。はい、だいぶプライドリバティの動きが分かってきたでしょうか。ちょっとねストライク出さないと仕方ないのでもう一回いきます。はい、ちょっとねオイルしっかりついてきました。よし、出しすぎないですよ。いきます。プライドリバティ、これでね、あそこでギリギリ、あの外だと4番、あの内だと天秤っていうところでしょうか。はい、もう一度スープラ GT、 スープラ GT 同じとこ投げてみましょうか。はい、いきます。どれくらい走っちゃうのか、それとも曲がってくるのか、ご覧ください。ほぼほぼ同じ。あれ戻ってきました。先の動きがやっぱ鋭い分、もうちょっと薄めに行くのかななんて思ったんですけど、戻ってきましたね。じゃあもうちょいプライドリバティを内側から投げてみましょうか。はい、もう一回、今立ったところよりも3枚内側行こうかな。はい、でプライドリバティ投球します。ちょっと出過ぎ、はい、ギリギリちょっと出過ぎて終わりかけてた気がするんですけど、はい、戻ってきてストライク。
いや同じところスープラ GT、 これ戻ってきたらすごいですね。いきます、スープラ GT、 楽しくなってきた。これは来ないんじゃない。おー、すごい、これはすごいです。新しい発見。普通に転がしてやっぱね2枚ぐらい差があると思ったんですけど、じゃあもうちょい行きましょう。さらに3枚、さっき普通に投げてたから合計6枚ですよ。内側に入ってます。はい、行きます。これは来る？さすがにちょっと薄めですね、寄りすぎました。でもヘッドピンは外れてないです。さすがにね、6枚寄っていくら球質変えてるといえやっぱ薄めでした。もう一度、じゃあ GT もいきますよ。3枚合計6枚、寄ってみます。すごいですね、こんな中から投げてるの。3、6、 OK、 いきます。ね、やっぱ同じぐらい薄め、3枚ぐらいがちょうどいいかな。はい、ということで、なんだろう、そんなにこう変わりがないことにちょっとびっくりなんですけど、もうちょっとねこれオイル使うと普通に違いが出るんですけど、明らかにでもボールの食いついてるところが違いますからね。もう一度最後にバシッとストライクをお見せして終わりたいと思います。いきます。わー、タップしちゃった。もう一回プライドリバティのいいところを見せたいんです。もう一度いきます。はい、評価はねすごく高いんですけど、もうちょいああいうのも飛んでくれたらね、もう最高評価になるんですけどね、まあ、なかなかね僕の嫉妬を許してくれるボールはなかなかないですからね。いきます、もう一度。あー、手前から出過ぎ、これ、ね、今のもうギリギリストライクになってるんですけど、あ、ダメ、もう一回いきます。妥協はしないです、もうちょっといいところを見せたいです。バシッとね行きたいと思いますよ。プライドリバティ本当にね使いやすいんですよ。何度も言ってるとね嘘っぽく聞こえるかもしれないですけど、はい、藤村プロも中田プロも評価高かったです。さあ行きます。出しすぎない、絞りますよ。44フィートのパターンなんで、はい、だから手前から出てるんです。すいません、最後、これが本当に最後、妥協はしないけどこれが本当に最後です。でもね、あれぐらい早く出ればあんだけ跳ね返ってくるっていうのも伝わりますよね。これね、全ていい方に捉えて、全部ストライクだったらつまらないですからね。はい、いきます、これマジ最後。今ので分かりました、まっすぐ投げるにも少し寄らなきゃダメ。13枚見て転がす、いきます。よし、来い。セブンテン崩れの天品、やっぱ内側をねこういった時にオイル感じてますね。さすが44フィート、ね、最後1球打つってストライク出さないで終われるわけがないですよね。いきます、プライドリバティ一番いいところを見ていただきます。この使い方が一番いいんじゃないでしょうか。ダメだ、曲がっちゃう。はい、一人パックンツーを感じております。
ち着いてください。もう分かりました。だ結局絞ったら難しく感じられてる時間帯なので、出してポケットに収めたいと思います。で出し戻しするにはやっぱちょっと内側から行かなきゃいけないんだなっていうことも分かりました。いきます。はい、ここで13枚いきます。 OK 完璧。あれ、なんか当たりが弱くなってきてないですか。オイル感じまくってますね。はい、大丈夫ですか。これ事故動画になってないですか。なってないです、大丈夫です。はい、ちょっと一回ねワンクッション置くためにスープラ GT 行きたいと思います。スープラ GT でワンクッション置いて思い出して、ね、ちょうど今天秤で折る時間帯なんです。思い出しました。これでフライドリバティ、今のでもうレーンが完璧に読めました。さあもうね楽しく投げますよ。楽しく投げさせていただいております。これがフライドリバティです。いきます。わかりました。タップしたでしょ。ここでタップしない。いきます。最後の投球、だから早いんですよ、出るのが全然早い。やばい、全部早送りしなきゃいけなくなってきました。はい、これはもう嘘偽りのないレビューなんで、はい、だから思ってる以上にね扱いやすい曲がりだって言ってるんですけど、早く出れば当然動きすぎますということで、いきます。13、14通らないとダメなんですよ、これも。いきます。飛ばせね、14じゃオイル使いすぎ、薄め。大丈夫ですか、これフライドリバティ売れますかね。青と赤とブラックのかっこいい配色、配色がですね、ナノデス60周年と非常に似ております。すげえ迷っちゃってる、今も絞るのか出すのか。今一番中途半端なところを使ってるのでこういう結果になっております。はい、薄い薄い、頭ぐらい薄いけどストライク。ちょっと待ってくださいね、バシッと決めたいですね。やっぱり中途半端に絞るといけない結果になってるんで、はい、男のボーリングで出し戻しして終わりたいと思います。まあ、スープラ GT と比べれば2枚ぐらいの違いということでよろしいですよね。さっきの3枚いったところで大丈夫なんです。ここから出し戻しすれば間違いなくストライク。いきます。オッケー、出た、7-10。出そうな気配がね2回あってついに出てしまいました。いや、これ長い動画になりますね。本当になかなかないですよ、レビュー動画でこんな長い動画。はい、さあいきます。嘘偽りのないプライドリバティ、これがプライドだ。あれで7-10。イエス。ちょっとね今決まったんですけど、もう一回いきますよ。あれがまぐれじゃないというところをお見せして終わりたいと思います。さあモーティブ最新作、あ、でも今月また出るんですよね、サブゼロ 4G。 はい、まあ今のところ一番新しいフライドリバティいきます。はい、ということでちょっとね
途中取り乱しましたけど、まあ、出過ぎたら当然曲がりすぎる、内行けばちょっと伸びちゃうっていう、まあ、オイルも読みやすいので非常に使いやすいボールなんじゃないかなと思います。はい、オイルが読めるボールがやっぱねいいボールだと思いますので、ね、薄いところも噛む、濃いところも噛んじゃうと、ね、難しいボールになってしまうと思うんですけど、はい、非常にオイルのノーターン分かりやすいボールですので、ベンチマークボールとして非常にいいボールじゃないかなと思います。でスープラ GT と投げ比べた結果、やはり途中までこう、ね、同じに見えるんですけど、明らかにこのスキットの具合が投げていて見ていても違うと思いますし、実際にこう映像で撮っても違うと思いますので、スープラ GT の方がやっぱ2枚ぐらいスーッとボールね、そうですね、やっぱ1個2個先まで走ってるんじゃないかなっていうようなイメージです。はい、感じ方としてはですね、そんな感じでございます。走り系が欲しい方はスープラ GT、 安定してオイル読みやすいボールが欲しい方はプライドリバティという感じじゃないでしょうか。ということでですね、今回はプライドリバティとスープラ GT を投げ比べました。はい、参考になれば幸いです。ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。